さあ質問に答えるか、このまま消滅するか選べ。愚か者め、我の実力は進化の家ではナンバー3、その程度では今も来ているナンバー2の獣王には勝てぬ。破壊されるがいい。それこいつじゃね？あの、すいません、全部話しますんで勘弁してください。なんだお前、さっきまで片言だったじゃねえか。すいません、雰囲気出してカッコつけてました。我々のボスがあなたの体に興味を持ったようです。俺、男に興味ねえぞ。いや、違います先生。先生の人類を超越した肉体を進化の研究に利用しようと企んでいるようです。放っておけば、おそらくまた資格を送ってきますよ。よし、行くか。はい。あ、明日は特売日だから行くの無理だしな。まずいぞ、博士に報告を。最後の質問。はい。進化の家は4年以上前からサイボーグ開発をしてきた。他に何体いる？過去に街を破壊させたことはあるか？わからないが、進化の家で戦闘型サイボーグは俺だけだ。